スタッフがさまざまな業務を抱え、さらに時間も資源も限られた中小病院。感染対策チームの活動について現場からの理解を得るのは簡単ではありません。感染対策って実に嫌われる仕事だと思うんですよ。最初はなんか監視されてるようで、現場と一体となった組織的な感染制御策を実現するにはどうしたらよいのか、一緒に考えていきたいと思います。皆さんこんにちは。東京医療保険大学の小林博義です。日本赤十字社医療センターの菅原恵里沙です。私の厚生労働科学研究班では2004年平成16年度から中小の医療施設、これは無償診療所も含めまして、そういうところでの感染制御策の検討を重ねてまいりました。その中でガイドライン、マニュアル、そして実際に病棟をラウンドする際のチェック項目を作ってまいりました。本日はそのチェック項目にのっとってある中小病院で取り組んだ感染対策についてレポートいたします。それでは VTR スタート。岡山県北東部に位置する庄王町、人口1万人の農村地です。この自然に囲まれた庄王町にある佐藤記念病院は、職員数230名、病床数183を有する中規模病院です。おはようございます。ラウンドに来ました。佐藤記念病院では2008年の秋より院内感染対策委員会より選出されたメンバーによる院内のラウンドを始めました。機器を含めた環境、人、清掃など毎回テーマを絞って回り、気になることがあれば必ず現場のスタッフに確認していきます。このピューラックスは、これはいつ作って？朝です。朝出が作って、うんうん、で一日一回捨てとる？一日1回は更新で必ず早出が新しいのを作って、うん、で紙ガーゼにこう浸した正式用のも用意してます、うんうんうん、じゃあ大丈夫、うん、はい、1日1回だと大丈夫で補充はしないように、うんうん、ラウンドチームは原則として医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師により構成されています。週1回、およそ30分から1時間を目安に院内を回ります。ラウンドチームは専任ではなく現場の仕事を持っているため、全員集まらないことも少なくありません。一体どのようにラウンドを充実させているのでしょうか。ラウンドチームのリーダーである竹内看護師は、ラウンドを継続することが重要だと言います。集まらないっていうことはしょっちゅうなので、まあでも看護師が4名ぐらいいますので、看護師は必ず誰かが行くぞっていうことには、これはもう原則にしています。一人でもやる、例えば今週忙しいから今週じゃやめようねとかではなくて、例えば1ヶ月に1回、1週間に1回やろうと決めたら必ずそれを継続するっていう。ラウンドは先ほど紹介した介入項目リストをもとに行われます。基準となる指標を手にしたことで、確認するべき箇所が明確になりました。というか、何もないところでただ単にこう見て回っても視点がやっぱりみんなバラバラだったりしますので、ただ回ってる人の視点で回ってる、で感想っていう風な感じでしたので、そういうラウンドをやってらっしゃるところに関しては、こういったものをあることは、とても便利というか、ラウンドしやすいと思いましたね。介入項目リストは微生物、人、備品、清掃業務など
大きく9つ、その他を加え10項目に分かれています。さらにそれぞれの項目について確認するべき箇所が具体的に細かく記載されています。合計98項目あるリストはラウンドするときの基準としてどの病院にとっても非常に有効です。それでは、ここで私たちからラウンドによって改善された箇所、また課題となっている点についてご紹介したいと思います。これはミキシング台、つまり注射薬混注業務の台でありますが、その設置場所についてでありまして、以前はこのように利便性だけの理由で水回りの近くにありましたが、水しぶきが薬剤にかかってしまうリスクがございました。現在は、これを改善いたしました。そしてこのように水回りから離れたところに置いてありまして、そういった危険性がなくなりました。この改善はラウンドでの指摘で現場の方々が考えて行いました。滅菌供給部門の棚でありますけれど、滅菌物を床から高い位置に置いてあります。以前は一番下の棚に置いてありましたが、滅菌物は床から25センチ以上の距離を取ることが奨励されています。どうしても下の方の棚を使いたい場合は、滅菌物以外でケースに入ったものを選ぶことが望ましいですね。空間を有効に活用し整理整頓することも重要ですから。浴室の脱衣所も介入後に整理されました。以前は、患者様が使用するリネン類が干してありました。今はタオルは洗濯場で乾かし、脱衣所はこのようにすっきり整理されました。ここは洗髪流しですが、下に新聞紙が敷いてあります。以前はマットを敷いていましたが、細菌の繁殖場所となるため、使用するときのみこのように新聞紙を敷くように改善いたしました。ナースステーションでの経腸栄養チューブの洗浄の様子であります。チューブの先がシンクに触れないようにしていますが、これがベストな方法かどうかは分かりませんが、できる範囲でこのように工夫していくということは大変評価されることであります。しかしこの容器の清潔管理方法は今後も課題ですし、さらには経腸栄養チューブの管理そのものを見直すきっかけになるかもしれません。医療廃棄物はすべて対貫通性のゴミ箱に捨てられております。しかし感染性廃棄物の中でも、シャープ、鋭利でないもの、ガーゼとかエプロンは、対貫通性ゴミ箱に捨てる必要はありませんので、経済性を考えて安価なゴミ箱への変更を検討しても良いと思います。先生ご指摘のように、感染制御にとって経済性を追求することは重要で、このような気づきもラウンドの効果ではないでしょうか。ここからは今後の課題点でありますが、病室内で下腹注入用の注射器がむき出しのままになっていたり、浴室のタイル目地の清掃が不十分であったり、カビの問題等がございます。掃除用具が揮発性の消毒薬に蓋なしでつけっぱなしになっている状況というのも問題であります。希釈された消毒薬の管理は意外と難しく、そもそも清掃道具を毎回消毒する必要が本当にあるのか、そのような視点で検討してみてはいかがでしょうか。佐藤記念病院ではこうしたラウンドによる介入を行うにあたり、98項目のリストの中から自分の施設に合わせた50項目を選んで独自のリストを作成しました。無駄な対策の見直し、あるいは簡単に改善できそうなところなど、まず現場のスタッフが受け入れやすい点に絞ってラウンドに活用しています。まずその成果がその出やすいところですね、結果が出やすいところから、やりやすいところから
始めると現場のスタッフも良くなったっていう実感が湧きますので、どんどんそういったところからクオリティの高いものにしていけるのかなというふうに思いますが、汚れとかしてほしいというのは言えんといけんと思うんだけどな。定期的にも年に1回ぐらいしかしてほしい。この間順調に滑り出しているように見えるラウンドですが、院内感染対策委員会の副委員長である横部看護師長は、指摘を受ける現場スタッフの理解、またラウンドチームにスタッフを送り出す上司の理解を得るのにとても苦労しているといいます。なかなか軌道に乗らないんですよ。感染対策って例えば実際の現場でこれ違うよねとか言われて実に嫌われる仕事だと思うんですよ。ローションはその度につけない。多くの業務を抱える現場のスタッフにとって今までのやり方を介入によって変えることはとても受け入れにくいことです。毎回毎回つけるローションね。最初はやはりそのなんか監視されてるようでなんかこう来られましたら気まずいいう感じもありましたけれども、今でもあんまりこれ使うんでしょ。そこでラウンドチームは根気よく何度も現場を訪れスタッフの理解が得られるよう努力しました。綿棒じゃなくてそれも使うこともあるので、やっぱり継続することで現場との、コミュニケーションですね、日頃あまり話をすることのないようなスタッフと、コミュニケーションの機会にもなりますので、そういったことで何度もやっぱり足を運ぶということで、いい人間関係づくりといいますか、そういったことは非常に感染対策では重要かなというふうに思います。だから最初からすんなり聞いてもらえるということは多分まずないと思います。これはもう積み重ねだと思います。ラウンドチームは短時間でも数多く現場に足を運ぶことでスタッフとの新たな人間関係を作り、介入しやすい土壌を現場に作ろうとしています。でも今はもう回っていただいて何をして指摘をいただくかなっていう感じにはなってきております。はい、でもやはり感染の方から専門の知識をいただくということが一番大事なことだということがスタッフに理解できたんだと思っております。はい、おはようございます。こっちに来られたね。ちょっとお部屋の掃除をさせてください。佐藤記念病院では毎朝病室のベッド周りの環境整備を看護師が行っています。こうした多様な業務をいかに整理して感染対策のための時間を作るのか、ラウンドチームの課題でした。私たち時間はないんですよ。8時間もう目いっぱいしないと患者さんに満足していただけるような仕事ってなかなかできないもんで、週に一遍そういうのを作るっていうのはなかなか難しいことですよね。自らの病棟業務を終えた後、ラウンドの集計もこなす竹内看護師。スタッフを送り出す上司の理解を得るためにどのような工夫を行ったのでしょうか。時間をやっぱりかけないっていうことですね。1時間できちんと終わることをきちんと守るということになってくると現場から出す、上司だとか同僚だとかっていう負担も少ないですし、本人の負担も少ないので、委員会とかラウンドに行ったけども2時間も3時間も帰ってこないっていうことがないように、その時間の調整っていうのはやっぱりきちんとやっていく必要があると思います。いかに時間をかけないかっていうところはやっぱりポイントだなっていうふうに思います。人も時間も予算も足りない。佐藤記念病院も多くの中小病院と同じ問題を抱えています。そうした状況の中、みんなが自分たちにできる最大限の工夫と努力を重ね、少しずつ成果が現れてきていると言えるのではないでしょうか。こうした取り組みについて病院長はどのようにお考えなのか、お話を伺いました。
やはり一般の職員のこう意識をまず上げてもらいたい。まあ、当然その院内感染の実務的なことはもちろんになってほしいのですけど、やはりこう全体、職員全体の医療スタッフ全体のその院内感染に対する意識を上げてほしい。これはまああります。最後にお二人に感染対策をうまく進めていくために一番大切だと思うことを伺いました。否定されたとしてもなんか後味が悪くなければ、あ、そうかっていうふうに言えればね、それじゃないかなと思いますけどね。だいたいこういうことっていうのは本当に嫌われることなんですよ。これダメよとか言われていい気持ちがすることじゃないんですけど、でもやっぱりそういうところですかね。まずはその現場に足を運んでみる。そうするといろんなところが見えてくると思います。今まで気づかなかったことが気がついたり、話をしたことのもないようなスタッフと話をするきっかけになったりだとかっていうことで、非常にそういったその人間関係も作りやすい、ですので、一方的に、ではなくてこまめに本当にラウンドすることっていうのは重要かなっていうふうに思いますので、継続できるように、努力するって言いますか、必ず結果はついてきますので、成果は必ずありますので、そういったところはポイントかなっていうふうに思いますね。いかがでございましたでしょうか。それではここで重要点を整理してみたいと思います。一番大切なことはまず現場に足を運ぶことです。たとえ20分でも30分でも、また一人であっても定期的に現場に行って現場の方たちと人間関係を作っていくということが効果的な介入につながる重要な点であるわけです。顔を知ってもらうことは信頼をいただく第一歩ですよね。そのためにも現場に足を運ぶことだと思います。今回の佐藤記念病院がそうであるように、時間も人手も余裕のないのが中小病院の現状だと思いますが、その中でも関係者の努力と理解でこのようにラウンドを実現させることができます。そういった意味におきまして、ラウンドをどのように始めたらいいか困っておられる方は、このチェックリストを活用しまして、適宜ご自分のご施設に合った項目を少数でもいいですから、それを選んでそこから始めていただければと思います。現在98項目をリストにしておりますが、これをさらに半数に縮める作業を現在行っておりますので、これもご参照いただければと思います。そしてこのチェックリストをご自分の施設に合った形で改良していくことも大切です。私の施設も介入項目リストを42項目に絞り、さらに表現なども変更し、実施設で使用しやすいようにアレンジしました。最初は比較的取り付きやすい項目から介入を始めて、現場の理解を得ながらだんだんに質を高め、範囲を広げていくということが円滑に介入できる手段だと思います。こうしたラウンドをはじめとした感染制御策を浸透させるためには、現場に一枚近い存在である我々看護師がキーパーソンとして適任です。看護師の方にはぜひ自分がリーダーとなって病院を変えるんだという気持ちを持っていただきたいと思います。このビデオをご覧いただきました皆様方のこれからの取り組みにお役に立てれば光栄かつ大変嬉しく存じます。